おはようございます。11月23日朝の相場解説5時16分にお届けしております。まあ今までずっとですね、まあレンジの幅を設定したわけですけども、下が113円の785、上が114円の255ですね。で今回は上の設定114円の255をオーバーしたら、そこで買いでエントリーしてここまで取っていってくださいよっていうところまでがきっちり来ましたので、そのあたりを解説していきます。今日は1時間からお話していきます。こちらです。はい、1時間足ですけども、ずっとねお話していた通りに、こちらの価格114円の255と113円の285の間でレンジを設けましたよね。レンジ設けたってことは、この上の線を超えたら買いでエントリーすればいいんですよっていうところがここ、下の線を抜けたら売りでエントリーすればいいんですよって言ったところがここで、売りの線に関しましてはね、ヒゲを出して戻ってきちゃったんで多少のロスカットがあったと思いますけども、そこからお話して、昨日なんですが、まあこれからね長期的に見て悪い円安が来るんじゃないかなと、1ドル120円みたいな日も来るかもしれないよって言ったところの直近の話として、短期的には売りに行くことはあるかもねというお話でした。まあでもこのレンジラインがありますので、素直にレンジでここを超えた時はね買いで入ればいいんじゃないかなと。そして買いの限界点がここ、力点のここですよね、一番高値になってるところ、まあ、ここをこういうふうに横に線引きます。このゾーンに入ったところで利益確定すればいいよってことなんですけども、まさにそうなってると思います。110円の255を超えたあたり、おそらくね315あたりで買いでエントリーして、で初心者の方はこちらを超えたあたりでエントリーしたんではなかったかなと思います。私がお示ししたのはここですね、110円の525から114円の595のあたりでバイでエントリーして、そして40ピップスを取ってね、このあたりで利確すればいいんじゃないですかってことで、その通り来てるわけですね。ここがよろしいですか。はい、じゃあ改めて日足の方を見ていきます。日足なんですけども、大きく考えていただきたいのは、もうね円安の方に進むしかもうこれからはないってことですよね。日本っていうのは国力としては弱体化して、さらにそれが加速します。対してアメリカの方はね、相変わらずの強気姿勢と、まあ、サプライチェーンの活用によって国内需要を高めていって、これからまさにねクリスマス商戦に突入、そしてクリスマス商戦が終わると、クリスマスで貯めたポイントを今度は年明けに使うっていうね、需要大喚起時代が入ってきます。つまりドルは動きまくるわけなんですよ。ということでドルはどんどん高くなっていって、対して日本は貧しくなっていってますから、デフレが進んで対外的にも日本円は安くなる。そして原油の高騰により、これ説明省きますけども、日本円はもっと安くなるということで、基本的にこの図から見ると倍の方で入れていけば、まあ、個人的に儲けることはできるんじゃないかなっていうところの一例です。4時間の方はね、ちょっと別のこと言いました。4時間は実は売りに入る可能性があるんじゃないのってことです。こちらの113円の785を基準面に取った時に、ほら、ヘッド&ショルダーが昨日もお話しましたけども、ちらつくわけなんですよ。ですんで、ここをもし割って下の方に行くようだったら、セルでここまでね、取れるんじゃないかなってことをお話ししましたけども、結局ここを割ることはなかったことと、その前に上のラインをね超えていったところが、まさにヘッド&ショルダーでいうところの肩のポイント2つをクリアしましたんで、ここまで取っていけるでしょっていう話だったんですよね。でまさにそうなったわけですから、まあ50ピップス前後今回は利益取ったんじゃないですか。あ、ちなみに12月相場あんまり動かなくなりますので、今週利益取っとかないと、もう利益を取る瞬間ありませんからね。FX 口座もだいたい1年がもうねこの時期に終わっていってるってことなんですよ。はい、でまた1時間に戻ります。ちょっとごちゃごちゃしてますけども、冒頭でお話した1時間の様子をここで思い返してみてくださいってことですね。よろしかったですかね。はい、ということでね、これから日本は世界からさらに置いてかれて、非常に厳しい冬の時代を迎えます。しかもこの冬は出口がありませんし、そうこうしているうちに日本ならではの天災、地震、こういったものが起きて、さらにね食料なんていう問題も差し迫ってきました。日本は食品のほとんどを輸入に頼ってますけども、世界的な
インフレによって食品の価格は高くなります。それから人口の爆発によって食料の供給が足りなくなる恐れがあるんですよ。そうなるとどうなると思います？もう自国で消化するだけにとどまって他国に売る余裕はないってことになります。ということで輸出はこれからどんどん値段を上げるか希少性を増していくってことになります。輸出を完全にしなくなる国もあるでしょう、原材料によってはね。まあ、そうなってくると日本でもスーパーに並ばなくなった商品とかが出てくるのかなと思いますし、そういうところを見るとね、食糧難が来るっていうふうなパニックによって買いだめももちろん起きるでしょう。買いだめするのは誰だと思います？そうなんですよ、金持ちが先に買いだめしますからね。安いうちに金持ちが余剰資金で買いだめをして、お金の余裕がなかなかない方は買いだめをしようにもお金も場所もないってことになります。まあ、そうなると分かってはいながらも高いものを後々買わされる羽目になるというね、まあ、とんでもない未来が見えてくるんで、そうならないためにもね、まあならないためにもっていうかなっちゃうんですけども、せめてお金で問題解決できるように相場をしっかりと捉えていきましょうってことが今日のお話のちょっとね寂しい話ですけどもね、お伝えしたいことになります。これから円安がどんどん進みますけども、その円安に合わせてしっかりとねドルを買っていくことを続けていけば、物価が高くなってもいろんなものや食品が値上げしても買えるという状態にはできるんじゃないかなと思うんですよ。もはやもうそういうふうにね、社会をどうするという問題もほっとけないんですけども、個人的に生き延びる道も少なくとも掴んでおかなくてはいけないのかなという寂しい現実ですね。はい、本日は以上です。ありがとうございました。